ぷよんぱバブルンだよ。みなさんこんにちは、パズルボブルエブリバブルディレクターの戸崎です。レベルデザイナーのよまさです。プログラマーのサザエヘアです。今日もパズルボブルエブリバブル開発スタッフのメンバーと一緒にエブリバブルの最新情報と最新プレイ映像をみんなに伝えていくよ。よろしくね。また今回も YouTube の機能で英語、韓国語、中国語の字幕が見られるようになっています。ぜひ使ってみてください。 Please use CC ボタン for changing subtitles as you wish。 今回もプレミア公開で動画を公開しているのでリアルタイムで見てくださっている方も後から見てくださっている方もコメントや感想をたくさんいただけると嬉しいです。よろしくね。発売日とゲームモードについて新情報の発表があったけど、この動画でも改めてみんなに伝えて詳しいお話を聞いていきたいと思うよ。はい、まずは発売日ですね。すでに発表させていただいた通り、パズルボブルエブリバブルの発売日が、欧米は今年2023年の5月23日、日本アジア地域は5月24日に決定しました。やったー。一日違いですけど、時差を考えたらほぼ同日発売です。楽しみにしていてください。発売まで残り4ヶ月を切っておりますので、あと少しで皆さんの元にお届けできます。そして、前回の動画で、次は対戦モードについて新情報を発表するよって言ったけど、はい、パズルボブル、エブリバブルですが、オンライン対戦で遊ぶことができます。おー、すごい。オンラインで対戦できちゃうんだ。動画やツイッターのコメントなんかでも、オンライン対戦はできるのかっていうコメントが結構多かったんだよね。そうなんですよね。オンライン対戦を期待してくれている方が多くいらっしゃったようだったので、やっと発表できるということで嬉しいです。今回は日本、アジア、欧米での発売ということで、世界中のエブリバブルのプレイヤーたちとランダムマッチングで対戦ができます。これまでのパズルボブルシリーズや今作のストーリーモード、ローカル対戦で磨いたバブルシューティングの腕をここでぶつけて、ぜひとも競い合ってください。本作ではオンラインで世界中のプレイヤーと対戦すると、バトルの勝敗結果に応じてレーティングが上下するようになっています。レーティング？はい、オンライン対戦でバトルに勝つとレーティングポイントがもらえたり、負けるとポイントが減ったりするようになっています。どれぐらいポイントをもらえたり減ったりするかは、バトルする相手とのレーティングにどれくらい差があるかにもよるんですが、レーティングはなるべく近いユーザー同士でマッチングするようになっています。そしてレーティングの値に合わせてクラスが決まります。クラスは一番上のレインボーからブロンズまで全部で18段階あって、レーティングが上下するのに合わせてクラスも上下するようになっています。おお、最強はレインボー1なんだね。レインボーかっこいい。僕も目指してみたい。おーい、レタシオバブル。なれるバブルならなれる。ぜひ上位のクラスを目指してたくさんオンライン対戦を遊んでもらえればと思います。世界中のプレイヤーと遊べるって言ってたけど、離れたところに住んでるお友達と遊びたいっていうのはできるの？そんな時は同じ合言葉を入力することで特定の相手と対戦できる合言葉マッチングがあるので、そのモードを選べば遠く離れた友達と一緒に遊べます。そうなんだ。それじゃあ友達と一緒に遊んだりしやすいね。あとは今だとネット上でパズルボブル好きな人を募集して一緒に対戦して遊んだりなんかもできちゃいそうだね。そうですね。合言葉マッチングも友達と遊ぶのはもちろん、ゲーム実況だったりオンラインの大会だったり、いろんな場で活用してもらえたらと思います。さらにそうですね、合言葉マッチングだとルールの変更もできましたよね。めちゃくちゃ難度上げたりとか、色も6色にしちゃったりとか、逆に色2色にしてスーパーソフトプレイで一瞬のバトルを楽しむとか、いろんなことができますよ。実験してみてください。久しぶりのオンラインバトルなので、いろいろと緊張してます。なお、ローカル対戦では2対2のチームに分かれて対戦ができましたが、オンライン対戦では1対1のみ
となっています。なるほど。それじゃあオンライン対戦では1対1のガチバトルを楽しむ感じだね。またオンライン対戦なので遊ぶためには任天堂アカウントの連携や有料の任天堂スイッチオンラインへの加入が必要となります。オンライン機能を楽しむための必要な手続きだね。じゃあ今回もオンライン対戦早速遊んでみたい。おお、わざわざ同じ場所にみんな集まってるのにオンライン対戦。あ、そっか、一緒にいるからローカル対戦で本当は遊べちゃうのか。そうだね。でもオンライン対戦がどんな画面か皆さんに見ていただきたいので、今回はあえてオンライン対戦を遊んでみたいと思います。やったー。と、その前にチャンネル登録、高評価をお願いね。他にもパズルボブルエブリバブルの動画を出してるので、再生リストからぜひチェックしてね。ではまず私とバブルンでオンライン対戦をやってみたいと思います。ワクワクする。はい、対戦のメニューはオンライン対戦で遊ぶとローカル対戦で遊ぶがあります。で、今回はオンライン対戦で遊ぶを始めてみたいと思います。おー。はい、オンライン対戦の中には世界の人と対戦と、合言葉マッチングがあります。はい、あとはメッセージの設定などもできるようになっています。メッセージ。ちょっと見てみます。このように、対戦の開始前にですね、メッセージのやり取りができますので、その設定がこちらでできます。なるほど。はい、いいね。こんな感じで、変えることができます。では世界の人と対戦、バブルと対戦していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、対戦相手見つかりましたバブル。つながった。はい、じゃあ私はどうしようかな。新キャラのリベルちゃんを選びたいと思います。リベルちゃんって名前なのか。バブルがやっぱりバブルだもんね。そうだね。はい、今回このキャラクター選択画面は、初出し画面ですかね。まだ鍵がかかってる枠があるんだね。はい、ストーリーモードね、進めるとはい、はい、だんだん増えますね。なるほど。ストーリー進めるとどんどんキャラクター解放されていきますので、あとこちらでは先ほど設定した、メッセージが送れますので、一言かけて勝負したいね。一言、頑張るぞ。頑張れバブル、頑張るぞ。マキさんも負けるな。速攻で勝ちに行くぞ。おー、すごい、バブルが早くも目玉にカラーバブルを、ペイントバブルをアイテム使う。おー、来た、すごいぞ。アイテムの使用方法がバブルにないぞ。そうだ、いい感じじゃない。悪くない感じですね。作戦にいないそうですね。でもちょっとバブルに落ちてるかも。うん、そんな気がしますね。野崎さんの方には、お、すごい、ちぎった。いただいてない位置にあるんですよね。なんかいっぱい来た。あ、まだ、あ、処理しきれてない。勝てそう。リンクが来るそうです。あ、処理完了。いい感じのシーソーゲームですね。あっと右側だ。やばい。バブル、右右右足。バブル、右足。え、右側。右。あー。あー。やったぞ。そんなぁ、すぐ次の対戦、次は勝ちたい。あのですね、特殊バブルスターバブルがある。今見えてるスターをそのまま当てて消すか、手玉にするかで大きな戦いの差が出そう。速攻で決めるよ。2人とも手玉にしようぜ。おっと打った、バブル使った。それもありですよ。ほらドーン、攻めた攻めた、そのままいっちゃえば。いいね、スターバブルが強いですね。めっちゃ来ましたよ。結構消した。いける。いやー、苦しい。これいったー。スターをどこで使うかはまさに駆け引きです。あとフランクバブルのね、そうそう、あの決めた時に相手に出るんですけど、うまくフランクバブルを処理すれば逆転の目は必ずありますから。ここでゴム、あまり消えなかった。バブル強いね。すごい、さすが。本当に？わーい。すごくもうバブルにちょっと余裕ですよ。やばい。どうしたどうした。よし、勝てそう。バブルすごい。ラインバブル。おお、一列バッチリ消えた。カヨンカ状態です。おお。決まった。あれ？
どうしたソワイさん。ピンチですよ。なんかでも今虹が出た。あれピンチ脱出。ジュエルギリギリですごい連鎖した。あ、ビッグマーク3つが最大級のピンチが。バブル頑張れ。でもね、バブルの方もね、ちゃんと決してた貯金があったから相手の攻めを引き入れてますね。いいですね。もう少しなのに。頑張れジベル頑張れ。ジベル頑張れ。今度はこっち来た。いい試合。やばいやばい。どっちがバスんだ。あーうまい。だいぶ取りかけましたね。しました。ナイス。負けたー。板が出るのも意地を見せましたよ。はい、高速があるので。お、一気に勝ってしまった。嘘。ありますね。結構勝ってたと思ったのに。ここでさっきのランクが上下するんですね。そうですね。この画面で成績も見えますね。現在のレーティングとか、ふむふむ、この回数とかですね。はい、いや、バブル強かったですよね。本当すごい強かった。やるじゃないですか、バブル。へへへ。使いこなしてましたよ。言っちゃうと15個消すたんびに板が1枚出るので、これを相手にいかに送るかっていうところもあるのでね。そうなんだ。板がね、あの真ん中ぐらいに来るとね、めちゃくちゃ邪魔なんですよね。消しにくい。あれをどう処理するかが肝ですね。いい試合でした。バブルどうだった？白熱したバトルだったね。一瞬で形勢が逆転するから、勝ってても全然気が抜けない。次は戸崎さんに勝ちたいな。いや、バブルとの戦い熱かったですね。ですね。じゃあ僕らは合言葉マッチングやってみましょうか。合言葉マッチングは、友達と離れたところ友達とオンラインで遊べます。はい、合言葉は何にしますか？バブルの誕生日いっときますか。8月26日だよ。で、僕が決めたので0826で見つけてもらえますか？はい、少々お待ちください。はい、入りましたね。はい、ではですね、ここは合言葉マッチならではのルール変更をやってみようと思います。セット数も、ね、一発勝負もできるし、もう5本選手は最大9試合ですよ。さあ、どれでいこう。一発勝負でいってみる。まあ、一本勝負しましょうか。面白そう。で、バブルの色数、これがまたね、いろいろ選べるんだ。バブル2色で、サザエヘアさん6色はどうですか？ずいぶんハンデつきますね。結構決着する。二人とも2色で。あ、それでやってみましょうか。はい、じゃあ、お互い2色で、はい。これはですね、今僕が操作してます。部屋を建てる人が決められるので、でもあんまり変なルールにしてると、みんな入ってくれないし、入った後で揉めますので。それは良くないね。楽しく公平なルールにしましょう。うん、はい、ガイドもね、ロングにしとくと遊びやすいですよ。なるほど。はい、バブル自動速度、ゆっくり速い。これをゆっくりだとね、かなりゆっくり遊びます。うん、上手い人がやる場合には速い方が、もしかしたら、さらにより高速なバトルが行えるかもしれません。一番最初ね、初心者の方が慣れるまではこれゆっくりもありですよ。うん、素直にゆっくりしていきましょう。そうですね。ゆっくりですよ、今回は。自分で追加もできますもんね。そうなんだね。そうなんです。うんうん、X ボタンで自分でも足せるので、僕は大丈夫だ、いけると思ったら、そんな操作もしてみてください。ね、はい、じゃあこのルールでやろうぜ。はい。がバブルだ。はよっかー。あ、違う。そうだな。ちょっと、可愛いキャラがいい。たまには変えてみますが。ウールンがいいんじゃないですか。ウールン。かわいい。ウールンかわいいんですよ。僕はそうだな。何にするの？キーにしましょうかね。じゃあ、こっから真剣勝負です。よし。お、真剣勝負でいいけど、これは衝撃的な見た目。お、どんどん消す。どんどん消せる。お、すごいいったよ。いきなり3つ。これはもう消したもん勝ちじゃない。速攻かけた方が勝つ。いや、苦しい。ここから逆転できる？僕は今ね、X ボタンを押してます。X ボタンでね、自分のペースで作るんですけど。あら。これはね、これは先行有利かもしれない。先に攻めた人が有利する。あれでも俺、ハッピー頑張れ。ウールンも頑張れ。なんという状態だね。消しても間に合わなかったですね。一瞬で決まったね。できなかったな。僕はじゃあ次はね、あ、そっか、一本勝負だからもうこれで勝ちなんだ。そうですね。こんな無茶なこともできます。ごめんよ、ファッキー。いじけてしまった。ごめんな。
ちょっと伊藤さん、今のちょっと一瞬だったんで、もう一回だけ、もう一回だけ、いいですか、ちょっと、もう一回、再戦したいです。すいません、勝ち逃げができなそうなので、もう一回行きましょう。はい。ちょっと、普通に日本選手で。そうですね。さあ、これね、一回やってみます。デフォルト4色です。はい、はい、はい。あの、ストーリーモードも4色が一番多いんじゃないかな。ただ、ここまで行きます。あ、で、こちらですね、1P、2P で分けられるので、ハンデ戦ももちろんできます。なるほど。で今回ちょっとガチでやってみますか。そうですね、6色、はい、6色で。そうですね。やってみましょうか。僕らは作るときもよく戦いましたが、大体合格でしたもんね。はい。そうですね。はい、ガイドさっき実は長くて簡単だったでしょ、うん、うん。これもちょっとじゃあ、今度はガチっぽく。はい。ガチっぽくしましょう。いいですね。はい。で早いは皆さんのお楽しみにとっておきましょうか。うん、はい。早いは早いですよ。はい。では、これでいってみます。はい。6色どうなるんだろう。うわ難しそう。バラバラしてて消しにくそう。これね難しいぞ。あれ2人とも黙っちゃった。なかなか消したりねちぎったりが難しいですね。これは自滅するぞ。早くなんとかしないと。対戦どころではない。しまった。最近別の仕事していたから感覚がいかん。いかんいかんいかん。何もできない。こんなはずじゃない。こんなはずじゃないだろう。あやばい。やばい。恥ずかしい。いやでも難しいですね。こっちも何も特に。あ本当ですか。いっぱいいっぱいなところでした。さんはバブル少し自滅しちゃう。そうなのね。黙りましたよ。もうしゃべりの僕は黙りましたよ。ちょっとガチでいきます。これでも普通の対戦に飽きた後などにやると多分めちゃ新鮮だし、ここで慣れとくと、慣れとくと大会とかですごい重しつけてるようなもんですよね。精神の部屋ですよね。いい練習にはなりそうですね。すごい負荷ですよ。うん、切れやしない。いや難しいな、ね、そんなでも2色と打ってか打ってかってですね。黙っちゃってるもんね、2人ともね。うん、でも、おかげで僕燃えてますよ、久々に。いや間に合わないか。久々にこれはね二人ともガチだ。あ、真面目な顔しちゃった、つい。楽しく配信してたのに。最終戦だ。いやー、負けたくないんだけどな。割と僕が本気にしちゃってます。すみませんね。どちらも頑張れ。これ恐ろしいですね。これすげえ恐ろしいですね。どんな、この程度の連鎖でも効くはず。このモードなら。真剣な伊予正さん。珍しい。こんなサザエヘアーさん見たことない。ね、これミニマム勝負ですね。うん、やばいやばいやばい。まだいける、まだいける。あー死んだ。おーなかなかあれですね、欲しい色が回ってこないですね。うん、狙いすぎた。結構6色勝負だとね、じりついた戦いになりますね。これはもう極めた人々の鏡ということで、今回鏡要素たくさん用意してるんで、うんうん、はい、皆様、神プレイできる皆さんもぜひ挑戦してみてください。今回はオンライン対戦についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ちなみに、日本向けにはもう一つ、新しい発表をしたんだよね。はい、パズルボブル、エブリバブルですが、日本国内向けにオリジナルサウンドトラック付きのバージョンの発売が決定しました。オリジナルサウンドトラックは CD2 枚組全39曲が収録されていて、パズルボブルエブリバブルのレインボーアイランドの各エリアで流れるサウンドを楽しむことができます。39曲の中にはボーナストラックとして1994年に登場したアーケード版の初代パズルボブルのあの楽曲も含まれていますよ。 CD が2枚も入ってるんだね、すごい。今回のエブリバブルのサウンドはズンタタンを土屋翔平が担当しているんですが、こだわりの詰まったサウンドになっているので、ぜひ CD でじっくり聴いてもらえればと思います。土屋さんのサウンドのこだわりは、今度僕がエブリバブルのスタッフにインタビューしてる教えてゲームクリエイターの動画でたっぷり聞いてみたいと思うよ。今回のメインテーマは実は歌入りになってるんですよね。あの歌かわいいですよね、うん、本当に歌ってみたとかもみんな聞きたいです。サントラは実用性高いと思いますよ。僕はね、作業用 BGM にバッチリだと思います、うん、いつも集中してゲームするときに聞いてたので仕事もはかどる。まあでも癒される系の曲も多いですよね。そうですね。
レインボーアイランド、アイランドを描く場所のイメージにね、バッチリバッチリな、はい、楽しいような、そうですね。ちなみに一足早く予約が始まっている欧米版ではストリクトリーリミテッドゲームスブランドにてコレクターズエディションが発売されます。ここについてくるサウンドトラックと日本版でついてくるオリジナルサウンドトラックはジャケット画像などは異なりますが、収録曲は同じです。ストリクトリーリミテッドゲームスさんのコレクターズエディションはサントラだけでなくアートブックやスクイーズジグゾーパズル、ポスターやステッカーなどいろんなアイテムが入ってます。箱もとっても可愛くなってます。欧米だけでなく日本やアジアからも予約ができるのでぜひチェックしてみてください。日本では5月24日発売、パズルボブルエブリバブル、通常版は税込み5280円、オリジナルサントラ付き版は税込み7480円となります。予約の開始はもう少し先になりますのでぜひ楽しみにお待ちください。予約開始のタイミングは公式サイトやバブルンチャンネル、僕バブルンの公式ツイッターでみんなにお知らせするから忘れないようにチェックしてね。チャンネル登録やフォローもよろしくね。また今回の発表や動画の感想をコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。動画が面白かったら高評価や SNS へのシェアなんかもお願いします。それじゃあまたね。またねー。さようなら。